はい、今日はですね、このエスケーピストというゲームをですね、うん、先輩エスケーピストの牛澤さんに教えてもらおうというコーナーで、はい、脱獄王です。このくだり前回もやりましたね、フレディで。そうだっけ。なんかこの形式多い気がする、 YouTube であげる。確かにそんなに教える立場じゃないんだけど、全然。いやでも僕脱獄ちょっとしたことがなくてですね。脱獄したことないの？ないですね。いるんだね、そういう人も。センターパークスっていう刑務所がね、最初はやりやすいんじゃないのかな、はい、ここですね。もうガバガバ刑務所なんで。ガバガバ刑務所なんでしょ。だってこうテキストすごい。え？すごいよ。呆れるほど多くの呆れるほど多くの脱獄者を出しって書いてある。監査委員会からこき下ろされたんですか。そう、ここはとんでもないガバガバ刑務所らしくて、まあ基本的に刑務所にもうぶち込まれるとこから始まって、どうにかいろいろ準備をして脱獄しようっていうゲームなんだけど、はや、まあだから最初はここがやりやすいんじゃないかな。なるほど、初心者にもおすすめと。おすすめ。バージョン 2.0 になったよ。最初にぶち込まれるならここ。あ、そうなんや。じゃあちょっとすいません、よろしくお願いします。脱獄の方法的なものはもうご教授いただけるということで、うん、僕もういいですか。多分で、なんかシンプルに塀をぶち壊して逃げるとかそういう方法もあるんだけど、はあ、はあはあ、だなんかとにかく物を集めなきゃいけないんだよね。なんか伝えられるだろうか。なんか最初さ、馴染むまでは結構時間かかったんだよね。まあ目についたもの全部回収していくというスタイルで大丈夫ですか。じゃあでもね、なんかね、自分の引き出しみたいなところもさ、うん、物を入れられる数が限られてて。あー、そっか、所持数の限界があるのか。そう、何でも拾っていいわけじゃないんだよ。あとここのロードすげえ長いんだよ。長えな。びっくりした。始まってからはロード一切ないんだけどね。あ、じゃあすいません、僕なんですけど。えげつない。本能がままに作ったらこうなってしまったんです。マフィアじゃないですか。あ、もうぶち込まれスタートなんですか。そう、ちょっとそう、ぶち込まれスタートよ、いきなり。一人プレイだとなんか最初ね、はい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 、テキストあるんだけどさ、今日からここがお前の家だみたいなこと言われんの。へえ。でね、最初はね、今点呼の時間なんだよね。はい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 、はい、点呼、どこだっけ。あ、そうだ、画面上にさ、今あ、黄色のカーソル出てるけど、そう、今行くべき場所はそっちだよっていうのを教えてくれる。なるほどなるほど。優しいカーソルくんが出てるので、はい、テンコは必ず参加しないとね、すげえ怒られるんですよ。まあ当たり前ですよね。そう、一人いねえぞって大騒ぎになっちゃうので。なるほど、だからテンコは絶対出ると。そうそうそう、で基本的にはね、刑務所のルールにのっとって生活するのがね、まあ、基本になるね。まあそうしてれば怪しまれないってことですね。そうそうそう、あんまりにもなんかね、やらなきゃいけないことをすっぽかすと、うん、まあだんだん警戒されていくって感じだね。なるほど。結果的に脱獄しづらくなるので。あれ、牛沢がゲームに参加した。よし、来たぞー。どこや、どこにいるんや。わしはここやぞー。あれどこだ。え、どこにいるんや。あれ、君もしかして。わしや、わしや、なんだここ。ちょ、なんか十字キーをしたらここを崩せ。なんかすごいメッセージ出してる。なんや、こいつ怖い。エモートみたいなもんだな。一応知らない人ともオンラインのプレイできるっぽいからね。なるほどね。で、今朝食の時間で、ここが朝食の食堂みたいなところ。はい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 、はい、なんかさ、今さ、そうそう、トレー取って座ればご飯食べるんだけど、ほう、ご飯食べるとさ、スタミナみたいなのが回復するんだけどさ、うん、左下の雷のマークのとこのやつ。あ、これスタミナだね。はいはい、そう、今もう100だから、まあ別に飯食う必要はないんだけど。ああ、なるほど。まあもし減ってたら飯食うと回復するよって感じで。次がね、朝食の次ってなんだ、うん、自由時間か。今自由時間なんで、こういう時によし、もう他のね、囚人の部屋ってね、独房って勝手に入っていいらしいので、このいいわけないでしょ。このゲーム上ではいいことになってるので、勝手に机を漁って、脱獄にもしかしたらこれ使えるかもしれないなみたいなのを取ってったりするわけ。センス使えます？使えないでしょうね。ダメか。ね、なんか今
この刑務所撮影隊が入ってるらしくて、僕が漁ってるの思いっきり横通過してったんですけど大丈夫ですか？撮影隊は無害だから大丈夫。でもね、撮影隊の1スタッフのふりをして脱獄するみたいな方法もあんのよ。へえ。センスって初めて見たな。俺なんかセンス装備してしまったんだけど武器なのそれ。でスイッチの X ボタンを押すとさ、メニュー開くんだけどさ、うん、あの LR でタブ切り替えて、宝石っていう脱いじゃうの脱いでるとね多分怒られる。ちゃんと武器のって感じ。服着てないのにセンスだけ持ってる頭がおかしい。で工作ってタブにするとね、工作、あこれね、なんか作れるものがいろいろ出てくるのよ。はあはあはあ。この中にはさ、なんか刑務所の外側のフェンスを壊すためのカッターとかもあったりして、うん、だ刑務所内にあるものを組み合わせてそういう脱獄するための道具を作ろうっていう感じなんだよね。なるほど。だからアイテムがいるのね。そうだね、クラフトして。ああなるほど。ただなんかレベルの高いものをクラフトするには頭の良さが。痛い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 んですけど、ね、何今の東国君何したの今。いやわかんないです、僕もいろんなボタンを押していたら今こう攻撃ボタンありますね。あ、そういうことか。これさっきもしてなんだろうと思って、あそういうこと。だからいざとなったら監視をぶちのめすっていうこともできますね。了解です、わかりました。そしてごめんなさいでちなみにこの刑務所で言うと、はいはい、こっちの方だったかな、なんか図書室みたいなとこがあってさ、うん、なんか最初から全部のものクラフトできるわけじゃないからさ、ここでちょっと勉強する必要があったりするんだよね。ほうほうほう。知識を蓄えないとレベルの高いものクラフトできないのよ。あこれこの間に合わせればいいのか。そうそう、なんかあのカーソルの間にキープしてれば、あの賢くなっていくと。クラフトのタブのなんか30プラスみたいなんて、知力30以上ってことか。そうそうそう、30以上ならここまで作れますとか、40以上ならここまで作れます、70あれば全部のものを作れるようになる。俺もう多分脱出できるわ。マジか。牛沢さんから全てを得たわ。なんて、もう全部盗んだの。任せてください、もう出ますよ。驚きの吸力なら。まだ全部伝えれてないと思うんだけど。これは何、看守全員ボコボコにして出るはできないの。できないんですね、残念ながら。そう、発想が最高野郎なんだよ。無理だろそりゃ。無理か昼食だ、今ご飯の時間だ。で、あ、そうか、スタミナが減ったからこれを飯食ったら回復が早いぞっていう。そう、今勉強してヘトヘトだからご飯を食べたいね。勉強してヘトヘトになって飯食ってなんとかなるかなブドウ糖をね、取らないと順番誰も守んねえなあ、間違えた。うめえうめえ。これ座って速攻で立ったら一瞬でなくなるな。ご飯2人分取ったじゃんこいつ、許されんのそんなのいいんだな。まあ、一応なんかさ、他の囚人の頭の上にさ、コインマークみたいなの出てたりするけどさ。ああ出てる出てる。 あれね、なんか物を売ってくれる囚人っていう意味なんだよね。へえ。お金があれば物買えるんだけど。何取ってたね。何取ってた。何取ってた。あこいつは殴られ。こいつらね無敵なんだよ。看守殴ったらどうなの？怒られますね。めっちゃ怒ってる、めっちゃ怒ってる、めっちゃ怒ってる、ちょ俺は違いますからね、俺は違いますからね。俺今一瞬で分かったけど、左下の今跳ね上がった数字、あれ、あの許されないゲージや。そう、監視からの許されポイントだね。ちょっと待って、なんかね、どっかの部屋にね、うん、たまにロッカーがあったりするんだけど、ロッカーロッカーの中に隠れてカタカタ震えてれば結構なんとかなったり。これロッカーじゃない。あ、ちょ、ロッカー下にあるけど、下にあるけど、あ、でもここ無理やな、その部屋入れないな。でもね、見つからなきゃね、どうにかだんだん下がってくから。ほんまや、下がってきた。あ、ここも上げんのか。なんとかなりそうだな。だいたいね、80未満まで下がったら見つかっても大丈夫になるかな。なんで？多分勉強しとこう。ちょっとクラフトはまあ必須だからね。それはなぜなの？やっぱ脱獄には物が必要だからさ、素手で脱獄できねえからさ、バキのスペックみたいな。そうではなくて、あの、はい、厨房で監修殴ったのにしばらくしたらなんとかなってるのはなんて。みんなね、優しいから怒りが収まってくるんだね、時間とともに。そうなんや。まあええかってみんな思ってくる。大人げなかったなと。そうそうそう、俺も大人げなかったな、よく考えたら。てか今労働時間だったわ、よく見たら。あ、ほんまや。これは労働ってのはね、でも労働自体はしてもしなくてもいいんだけど。なんで？
この刑務所ではね、働かなくてもいいんです。嘘でしょ。え、囚人でしょ。ただなんかあのこの施設内のなんか職案みたいなとこがあって、ハロは今矢印がこの部屋指してるけど、あ、一応ここ入ると労働時間ちゃんと過ごしたことになるね。今右上のとこチェック、ほんまにチェックついた。意味わからん。ちなみにここになんか張り紙みたいなのがあって、あ、座るとね相談に乗ってくれてね、ちょっとだけお金もらえる。なぜか、ほう、話最後まで聞くとコイン増えましたみたいなマーク出るよ。へえ、どっか行ったわ。あ、でも終わった。労働時間自体が終わったわ。あのこの張り紙調べるとさ、求人みたいなのが出る。あ、仕事はこっからつくんか。そう、でもね、パラメーターが必要でさ、結構、あ、体鍛えたりとか知力蓄えたりとかしないと仕事つけねえんだよね。なるほど、大体分かった。アイコンの数字やね。そうで、今運動時間だな。運動をしましょう。え、ちょっと待って、これ根本的にさ、部屋に入ったらもう OK なの？そう、だからもう部屋入ってチェックのマークついたらどっか行っちゃっても大丈夫。うん、なに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 、血の気の微信心が多いので。あ、なんか漁れるかな、倒れてるやつから。本当？センスもらっちゃった。あ、やべ。俺すごい怒られてる。俺もすげえ怒られてる。ちょっと待って、すいません、ドローンします。ちょっと勘弁、母ちゃん勘弁。シャワー室のロッカーの中に俺今います。あ、本当だ、見られてるんだよな。あれ、こいつは見失ってんな、さては。え、なんで目の前で入ったぞ。これバレてませんね。あ、いいんや、よかった、間抜けて助かった。なんやったらシャワーの時間 OK な扱いになってる。ちょうどシャワーの時間だった。え、どれぐらい、これ今とか出たらまだやばい、87とか。まだじゃないかな、最低でも80未満だと思う。俺今なら大丈夫かな。よし。なんて間抜けなやつだ、なんだ。シャワー浴びて。なるほどな、そらガバガバよ。そう、シャワーにも一応スタミナ回復効果があるね。うん、なるほど。で、シャワーは誰か運ばれていくぞ。怖っ、この刑務所。シャワーの後は多分また自由時間だと思うんだけど。なるほど。他の部屋の机漁っちゃおうぜ。確かに探索をせんとあかんってことやな。あ、夕食やけど、夕食もだから忙しい時はパッとこう一瞬顔だけ出してってことやな。そうだね、夕食一応顔だけ出そうかな。じゃあ食堂にアリバイだけ作ればどうにかなる。食堂にいたという。今なんかめちゃくちゃ赤字で罵倒されたけど怒ってるだけ。そうそう、ちょっと怒られただけ。あ、でもね、他の机漁ってるとこ監視に見られるとブチギレられたりする。まあそらそうやわな。あ、ていうかそうなんや。そうそう、でも常識はあるんや。脱獄にもいろんな方法があってさ、うん、とりあえずね、あの正統派で行くならこの施設の外の金網をぶっ壊して出るっていう方法があってさ、うん、何が必要だっけな、ヤスリと木材があるといいかも。あとガムテープ。ヤスリ木材、ガムテープ、弱いです。そのあたりあったら欲しいね、できれば。わかりました。カミソリ刀は、いらないかもしれない。靴下どうですか。いらないのわかるでしょ。あ、でもね、靴下と石鹸組み合わせると、やべ、靴下の中に石鹸入れてなんかハンマーみたいに使うっていう武器が作れたりするんだよ。へえ。じゃあ今自由時間だし、ちょっと各自いろいろ探索するか。そうですね。そうだね。そうか、手分け線の強いな。そうだね。それがマルチの強みかな。めちゃくちゃない。そう、あ、ヤスリあんじゃん。木材も。ヤスリと木材両方あったよ。すごい。ヤスリ、木材、ガムテープの3つがあれば、そのカッターみたいなの作れんだよね、確か。うんうんうん。木材。そうそうそう。それが大事だな。完全に自分の独房どこか分かんなくなってる。あの右上のミニマップにさ、はいはいはい、ホームボタンみたいな。そうそう、これがあのおうちマークのとこが自分の家だ。青いのが俺の家だ。と机に入れていこう。あ、そうそう、自分の机にヤスリ鼻から入ってた。ほんとだ、それはなかなか。なんでこいつ入ってきたの、俺の独房。いや、悪さしてますけど。まあでも自分の部屋だから。怖かった。
あとさ、隠しスペースってのがあってさ、はい、ありますね。見つかるとまずいもんはそこに入れとくといいんだよね。へえ。ヤスリも木材も本当は持ってちゃいけないもんなんだよね。隠すカーソル合わせた時、そう、カーソル合わせた時にさ、センスなんかは緑色でウィンドウが表示されるじゃん。ヤスリとか赤いでしょ、ウィンドウ。ああ。赤いのはね、持ってちゃダメ、バレるとまずいものっていう扱いなんだよね。はいはいはい。だからそういうのはなるべく、そうだな、隠しといた方がいいかもしれない、一応。オッケーオッケー、そういうことか。そうそう、あとガム手欲しいな。ガム手、ガム手ね。これ隠しスペースに入れたものは絶対に見つからない。隠しスペース、あ、見つからないね。なんかさ、たまにこいつ怖っ。なんで署内で凶器持ち歩いてんのこいつ。鋭利な刃物堂々と持ち歩いてんけど、めっちゃ怖い。隣お隣さんやねんけど、めっちゃ怖い。あ、すいません、すいません。ガム手があると助かるんだけど。やべ、机漁ってたら帰ってきた。そう、元の部屋の持ち主に見つかっても切れられたりするね。釘、金属板すごいあるな。あ、金属板もなんかスコップ、穴掘るスコップの材料になったりした気がするけど、まあそうだな。でも俺もいくつか持ってるし、まあいらないといえばいらないかな。うん、了解。え、全然ない。でも俺ちょっといいもん見つけたよ。お、何ですか？あの、ね、漂白剤っていう素晴らしいアイテムがあるんですけど、うん、え、それですか？これね、この漂白剤をさ、漂白剤持って走ってきた。ちょっとさ、それとさ、囚人服一瞬脱いでさ、囚人服と漂白剤をクラフトすると違う服にできるんだよね。イム感の服みたいな。50かな。 あ、50知力足りてるかな。できた。あ、いけた。それ切るとね、他の部屋堂々と漁ってても全然怒られない。あ、違う、あ、そっか、タブが違う。そうそうそう。怖っ。ちょっと待って、イム感が独房の机漁ってたらおかしくないですか？でもまあね、刑務所側の人だしなっていうので、なんか特にね、怒られないんだよ。なんか持ってしまったんですが。ちょっと待ってください。あと長押しすると持つんだ、持ち上げるんだ、確か。なるほど。めちゃくちゃ入りづらい。誰の部屋か知らないけど。すまねえ、当たっちゃった。あ、上に乗るとかもできる。あ、そう、上に乗ってさ、なんか通気ダクトみたいなとこに侵入するみたいなこともできるんだよね。なるほどね、これ、あれ上か。そうそうそう、はい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 。それは俺あんまりやったことないけど。でね、その服のままテンコ出ても全然問題ないから。頭がおかしいんだな。何にも問題ないからね。で、夜のテンコが終わったら一日終わりかな。これ、あの、なかなかいいでしょ。監修の服を奪ったりはできんの？あ、できるできる、ぶちのめせば。へぇ。あ、ちょっとでも今もうすぐ就寝だからやめておこう。うん。なるほど。寝る時間、もう消灯時間過ぎるともうちょっとのことで大騒ぎされるからさ。ああ、そうか、やっぱ最終、消灯になった時は部屋に戻ってやったらあかんのか。うん、あ、これか。これ俺の部屋だわ。で、そんな遠いの？嘘。そう、部屋入ると、なんか、もう寝るしかなくなるんだよね。あ、ほんまや、入れへん。そう、他の部屋入れないんだよ、もう。そうなんや、ちょっと待って。そうなんや、言うてたら結構ゲージが減っててやばいかもしれへんって言って。思ったより時間に余裕がない。あのゲージなくなったらもう大騒ぎになるね。ここへ、マジだ。で、日が変わるとさ、他の部屋の、なんか、ものも、なんか更新されたりするんだよね。ああ、そうなんや。だからアイテム見つからなくてもってことか。そうそう。で、二人ともベッドに入ると時間が進む。あの、独房で犬感寝てるんですけど。これはさすがにおかしいでしょ。そう、みんなおかしいと思わないんで。ガバガバ刑務所だから。だから、もう隣さんが槍持って走っていくのめっちゃ怖い。あ、もう向こうの人バール持ってる。あいつ怒らせない方がいい。あ、でもバールとかいいな。でも、あ、なんか持ってるやつぶちのめしたら奪えたりするよ。へぇ。ちょっと待って、半分ぐらいのやつがなんか凶器を持ってないけど。どうにかした方がいいよ。そう。
あとまあアイテム集めるのにはさ、他の囚人から買うっていう方法もあるけど、うんうん、なんかね、頭の上にね、そう、たまにびっくりマーク出てるやつもいるじゃん。はいはい。あれなんかね、頼み事をなんか聞いて欲しがってるやつみたいな感じだったね。で、頼み事聞いてあげるとちょっとお金をもらえるとか。ちょっと俺も医務官の服にしよう。漂白剤あったわ。労働とその頼み事とかでお金稼いで、お金で買うこともできるよと。あ、やばいやばい、怒られてる。この恥さらしめって。服着てなかったら怒られちゃった。恥さらし。恥さらし。すごいひどいこと言うじゃん。で、的確。これ医務官だ。今朝ごはん。どんな医務官や。怖君、顔の3分の2マスクやグラさん、イムかい。よし、とりあえず顔だけ出して、よし、あとは何が必要かな。もう、餓死が早いか脱獄が早いかみたいになってくな。飯は食わなくても死なない。なんでやん。あ、じゃあ俺下の方調べてるかな。あと知力も上げといた方がいいんかな、空き時間。そうだね、あげれるならあげた方がいいかもしれない。あ、素晴らしいな、ガムテは助かるな。ヤスリもね、2、3個あるといいかもしれない。ヤスリは俺元から机に入ってた分含めて多分結構持ってる。そっか、なんか丈夫なカッターとかもあるからさ。はい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 、カッターで金網切ったりとか。そうそうそう。いや、他の監視の目気にしなくていいの素晴らしいな。あ、やった、俺もガムテ見つけたぞ。そこそこ、漁ってるときはなんかヤスリ2本あるわ。隠しスペース、センスが邪魔で。センス何に使う、取り上げられたらどうすんねん。とりあえずじゃあ、あとは何、木材は結構あるし、ガムテ一つと、そう、木材俺も結構ある。何こいつ、なんでこんなめっちゃ怒ってんの。おお、何や、おおおおおお、手伝った方がいい。ほっとけほっとけ。なんで参戦しようとすんだよ、イム感が。俺もやるぞやって。これちょっと勉強でもしとこうか。うん。なる。倒れてる。しっかりしろ。フランキー君があのトイレの詰まり直すやつ持ってめっちゃイキってんさっきから。俺に言ってんのかとかつって。怖え。あいつ一番怖い。よし、じゃあ。ヘトヘトだ。ヘトヘトだぜ。知力は70まで上げればもうそれ以上は必要ないってこと。必要ないね。オッケー、じゃあやれるだけやっとこう。そう。やべ、あいつ知力高そう。そうでしょ。こんな文化的な行動をとるの。図書室でコンガ叩いてるぞあいつ。やべえ、文化的。それはそれはなんか意味がある。なんだろう、いや、ないと思う。楽しいというだけ。4人コープに配慮して楽器いっぱい置いてあるのおもろいな。みんなで弾けるよ。ちょっとカッター作るか。でもまだ脱獄は無理かな。なんかね、カッターをね、頑丈にしてって一番硬いカッターにしたらもう脱獄できちゃうかもしれない。ほうほう。カッター、カッター、これ軽量カッターやから、あー、だから貝素材プラスさらに追加素材で強化ができるってことね。そう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 。とりあえず脆いカッターだけ作っちゃおうかな。隠しとけばいいでしょ。うん、作っとくといいかもしんない。隠しスペース入れとけば絶対大丈夫だから。あのクラフトしたアイテムってだって3つで1つできるってことは節約になるよ、単純に。そうだね、場所の節約になる。でこうしてこれでできましたと。そうそう、ちょっとガムテ俺も取ったから持っといて。お、それでもう1段階いけんじゃないの。あ、ヤスリがないから。あ、そっか、ヤスリか。ヤスリ、そっか、最初のでヤスリ2つも使うのか。あ、間違えた。でもちょっと待てよ、これ全員の机、この入り口のここに置いといたら
確かに調べやすい、調べやすいな、単純にはかどるな。なるほど、誰がやったか分かる前よっしゃ、今お昼ご飯の時間だぜ。あ、ほんまや。そうそうか、結構時間に縛られちゃうねんな。そうそうそう。して、で、お昼の後、労働時間かな。違和感、ちょっと待って、うん、この、今気づいてんけど、この刑務所、うん、医務室に黒人しかおらんねんけど俺、何の違和感もなく紛れ込めてんねんけどほら確かに、誰も疑問に思ってない。いける、いけるわ、俺やっていける気がする。いけるね。道理で何も言われへんわけや。いっぱいいるからな。